ボクシング、あのー、僕が今のところどんな感じかっていうのが分かる、まあ、スパーリングとかもしたんですけど、まああのー、成長を見てもらえるのかなっていうふうに思いつつ、じゃあ果たしてプロ試験うまくいくのかどうか、これ11月20日にね、もう3日後、プロ試験があるので、あのー、それが <laughs> ちゃんと突破できるのかどうかっていうのはハラハラですが。 まあ、あの全力でね、頑張りますので、応援よろしくお願いしますえ。昨日のボクシングの動画、拝見しました。今度実施されるボクシングの試験、応援します。ありがとうございます。いや、本当にね、あのー、まあ、ボクシングという、これまでやったことないというか、今まで学業でしたが、そこから正反対の格闘技というね、えー、土俵で今、やってるわけですが、まあ、あのー、これもね、 皆さんの応援があって頑張れてるので、えー、本当にありがとうございます。頑張ります。なぎこさん、ありがとうございます。元気いよいよ水曜日、20日、ボクシングのプロテスト日ですね。そうなんです。無事プロボクサーになれるよう、ご分をお祈りしております。元気大好きです。怪がには気をつけてくださいね。ありがとうございます。まあね、いよいよっていう感じですね。あのー、僕のプロボクサーへの道のシリーズのシャープ1、一番最初ですね。 あの動画を見る限りあれはいえちょっとやばかったなというか体力がなさすぎていやまあその多分これ見てる人同じぐらいの体力水準の人結構いると思うんですよやっぱ体力ってねつけた方がいいですね今振り返ってみるとまあ体力なかったなーって思うのはもちろんあのまま体力を一生つけないままというか ずーっと運動を全くしないまま30代40代50代っていう風に突入していったらおそらく僕生活習慣病にねもうほぼ確実にかかっていたなっていう風に思うというかまあゾッとしてしまうわけですよ。っていうことを考えたらこの1年間でちゃんとその運動する習慣が身についてで代謝も良くなって体力もついてなんかこうねまあもちろん 怪我のリスクも一定数はありますが、ちゃんとそのヘッドギアとかねまあスパーリングの時も何て言うんだろう、お互いがお互いその空気読んでというか <laughs>、ね、あのうまくやることによってこうリスクなく、でも楽しみながらえ痩せることができるったなというか、運動習慣を身につけることができたなというふうに思うので、本当に。 まあ、シンプルにやってよかったなっていうのはもうこの時点で思ってます別にプロテストね受かるが受かり前がこの時点でいや,やってきてよかったなっていうのは実感しててとはいえやっぱりね結果も結果をねちゃんと重視してまああの受験と一緒ですから結果至上主義で最後まで頑張っていきたいなというふうに思いますありがとうございます